おいっす、どうも、こんばんは。それでは、行きます。本日は、アンディですね。何回か言ってますけども、俺が多分一番使ってない画廊チームの中でもさらに、ね、さらに使用率の低いアンディと。要するに全キャラの中で一番使ってないキャラなんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、さすがに UM で追加されたキャラよりは使った回数は多いと思いますけど、自分で選んだことはないような気がしますね。はい。行きましょう。このステージとこの音楽が合わないね。降臨会。これは、持ち上げて叩きつけて投げる。叩きつけて、シュート。この技は、ちょっともう今やっちゃいますけど、なぜか、あれ、できない。あ、キャンセル発動できなくなった、これ。あ、知らなかった。無印だとね、この最後の蹴りにキャンセルして、こう BC 発動ができるんですよね。はい。では、できなくなったと。できた時はね、その後にね、こう、蹴った後すぐダッシュすると、ぶつかり判定が消えててね、裏回れるっていう裏技みたいなものがあったんですけど、裏表の2択を迫ることができたんですけどね。できなくなったんですね。で、D 投げ。はい。C 投げの方はね、ダウン回復のなんで置き攻めはしやすいと思いますね。今回のアンディは、すげえめくれるんで、ジャンプ D がね、すげえめくれるんで、置き攻めは重要ですね。うん。はい。続いて、マイビー、上顎。これですね。中段技で、今回は、強制ダウンになりました。空中の相手に当てても、強制ダウンと。通常技キャンセルだと、倒れないですね。今日2発からだと、離れて当たらない、繋がらなくなってますけど、端だとギリギリ繋がってる。っていう感じ。中央でも、下強パンとか、D ってキャンセルできたっけ？できないか。C、強パン一発目とかね。強パン一発前 B なら繋がると。ディレイかければ、キャンセルしてもダウンさせられるね。前はね、ダウンしなかったから、密着だとね、当てても反撃、ね、投げ食らったりとかしてたと思うんですよね。その辺は大丈夫ですと。はい。次、上げ面、上げ面。よくわかんないんだけどね。上げ表じゃないよな。これは、結構アンディは重要な技ですね、これは。弱パンからまで繋がるし、1段目が、単発でもキャンセル可能でね。うん。で、さらに、まあ、ちょっと後でやるか。浮かせてからね、追撃にいろいろ使うんですね、この技は。マキシマミサイルみたいなもんですね。はい。こう、弱、キャンセル、斜め A でキャンセルした技っていうコンボに使うと、ね。判定自体もいいかな。小ジャンプを潰せるかな。どうだろうな。1段目が早い、判定強いけど、2段目はそうでもないのかな。ような気がする。ね。で、残影拳。コマンドがね、簡単なんだよね。すごい早いよね。隙もない。今日だと、端まで届く。当たるかガードされんとね、結構硬直は長くなる。ね。弱から繋がんないのか。強攻撃から。お。離れる。こうか。こんな感じで繋がります。あと、しゃがみ B がキャンセルできるんで結構、それは強いよね。こんな感じで。はい。んで、追加入力技がね、ありますね。波動パンチ。疾風横拳。うん。ジャックも今日も同じですね。同じ技が出ます。これはガードされると隙がでかいんで、ガードされた時は出さない方がいいんじゃないかなと。まあ、どっちにしろ隙はあるんだけど、ねえ、まあ、出さない方が無難じゃないかなと思います。両方スパキャン可能か。残影拳は弱だけスパキャン可能。ね。はい。強攻撃からのコンボとかで残影拳は使うかな。弱の方ですかね。主に使うのは。今日も一応繋がるけどね。うん。で、飛翔拳。
これですね。飛びログ判定なんで、相手の飛びログ確か消せる。闇笑いも消せるかな？消せるね。消せます。強攻撃からキャンセルで繋がる。繋がるね。これも繋がるね。これ画面端だと追い打ちが可能ですね。量の貢献と同じような感じで。で、ここで追い打ちで使う技がね、いろいろあるんですよね、このアンディは。これが面白いと思うんだけど、上げ面、これがちょっとシビアだけど、一応入ります。シビアだけど、うん、入りました。こっからがまたあるんだな。双剣、上げ面、どれだけどうやらいいか。こういって、こういって、こんな感じか。このくらい入る。結構減るよね、これ。こんだけ入ると。相当なダメージですよね。うん。双剣、双剣。まだ大して技紹介してないけど、このくらい減らせると。ね。まあ、これ画面端限定ですけどね。次、激双剣。これはどう使うのかね。削り技？削り技？なんかちょっと遠いとね、途中で外れることがあったりするかもしれないけど、こんな感じか。うん、まあ、削り技なのかな。そんなに隙はないのかな。ただ、ガーキャン前転、サレントフルボッコですね。そこは注意ですね。注意ってしようがないけどね。はい。あんまし使い道ないよね、これ。浮かせてからってどうなんだろうな。ダウンしたね、今。なんでダウンしたんだろう。よくわからん。どっか途中がダウンする判定があるのか、これ。当たらないね、浮かせても。まあ、ちょっとよくわからないですけどね。はい。とどめに削る技なんじゃないかな。俺は使わないかな。という感じです。で、昇竜弾。これは対空技だね。今回弱の無敵がなくなったらしいです。こんな感じ。今回の KOF 結構弱の無敵がなくなったって多いよね。今日の方が対空になるっていうのが増えたと思います。これも今日の方が無敵が強い。ね、ちょっとまあ弱ぶっぱなしにリスクがでかくなったって感じかな。その方がバランス良くていいんじゃないかと思いますけども。これもスパキャン可能だけど、これのスパキャンはもう相手が1段目で行くからほぼ意味なしって感じですからね。使わないでしょう。ね。これは、これもやっぱ浮かせてからね、入るんだよね。小竜弾弱小竜、違う、飛翔剣弱小竜弾とか、飛翔剣、飛翔剣、上げ面弱小竜弾。こんな感じか。最後まで当てないと相手は倒れないかな。強制ダウンになるんだよ、最後の一段当てると。うん。という感じですか。対空とか、浮かせてからの追撃で使うと。はい。次、空破弾。うん。これは、まあ、見ての通り。飛び蹴り。結構判定強いんだよね、これ。対空になったりしますね、ぶっ放すと。意外と反撃しづらかったりもしますね。これも、まあ、前転でかわされたりすると危険かもしれないけど。中距離でぶっ放す技なのかな。ジャンプ、小ジャンプ読みとかで、ね。うん。これも浮かせたら入るよね。お、こんな感じ。これ当てることはないだろうけど。もっと別の技使った方がいいと思いますけどね。うん。まあ、あとね、知ってる方いるかもしれませんが、昔っていうか、ガロー1だね。ガロー1のでは、これが小竜弾だったんだね。で、これが空破弾だったんだよ。確かね。で、なんだっけ、誤植で名前が入れ替わってそのまんま定着しちゃったんだっけ。そんな感じなんですよね、確かね。宝のミスかな、これ。宝画廊のミスかなんかで。
確かそのまま定着してもうこんな感じになっちゃったんですよね。うん、はい。技多いな、アンディは。激壁排水症、これはもう主力技っすね、アンディの。打撃投げですね、はい、っていう技で、もちろん出なければ、打撃投げっていうのは出ないとスカリモーションはないんで、普通の強パンが出ますね。浮いてても残影剣が出ることもあるのか。残影剣か、あの、大体残影剣が出るか。弱の方がいいかな。うん、近ければこれ出るし、ちょっと距離離れすぎたら残影剣が出るって感じで、まあどっちでも OK って感じかな。結構間合いはあるよね。強パン2発目から入りますんで。ね。で、追い打ちが可能と。こっからの追い打ちも、まあアンディの見せどころみたいな。アンディのコンボのね。結構難しいけど減らせるコンボっていうのはいっぱいありますね。画面端で。お、難しいんだよね、これが。これを練習、失敗。やっぱアンディ使うならこれは結構練習するでしょうね。こんな感じで。半分減ってるね。相当減るね、アンディ。火力高いね。これ画面端めり込んでも確か大丈夫なんで。今のね、多分もう一発これが当たると思うんですよね。で、追い打ち。多分高い、高めだと思うんで、ジャンプ B とかね、C が入るかどうかわかんないけど、B は入ったような気がするんだよね。なんか今チラッと出たけどね、次の技が、幻影知らねえが出ちゃいましたね。ちょ、その前に激撃配信者もうちょっとあるな。もうちょっと。弱からも繋がるね。で、こっちの場合は、こういっか。ジャック昇竜弾が結構今回はちょっとね、そっとした追加要素がありますんで、ジャック昇竜弾が結構いいと思うんですよね、今日よりも。うん、そんなとこかな。やっぱ画面端まで持ってってなんぼだね、アンディはね。これをどうにかねやっていくという感じか。じゃあ次、原子ラヌイ空中から波動キックの技。まあ、どこで出しても軌道は。じゃ、弱強の軌道は、どうだろう。弱の方がちょっと発生が早いかな。うん。強の方がちょっと止まると思う。角度とかあんま変わんないね。で、まあ、ジャンプ攻撃からは繋がらないですね。繋がらない。ですが、これはそこそこ判定はね、強いね。空対空でも、なんか知らないけど。ね、で、追加技が出ます。パンチかキックでね。パンチが、これ、下段技ですね。下段の蹴り。で、キックが、中段の蹴り。まあ、この二択がね、出せると。これをガードさせた時点で二択迫れるということですね。ただまあガードされた場合は、連続ガードにはならないので、確か、多分ね、低めで当てるとどうなのかな。もしかしたらレンガなってるかもしれないけど、だいたいこう前転で皮くぐられるんだよね、これはね、ガードされると。前転でくぐれます。うん。ヒットした場合は、あの、下だけね、連続ヒットします。上はダメだと思う。上はダメね。うん。はい。重技ですね。これはね、立ち C 前 B から繋がるね。強攻撃一発目キャンセル前 B で波動。これは強も繋がる。前 B のノックズルが結構長いんだね。ここまでね。これが結構持っていけるね。もう結構減るわね。かなりのダメージ。なかなか火力高いですね。で、次、闇浴びせ蹴り。で、逃げながら蹴る技なんだけど、そんな強くはないんだよな、実はね。
こういう技ならこうね、もっと判定強くてもいいんじゃないかと思うんだけど、蹴り出始めたら強いけど、その前のモーションはあんま強くないんだよね。蹴りが出ないと弱い。ダメージが高いんですよね、単発でも。結構減ってる。コンボにするには画面端で、またこれなんですよね。これ。こんな感じ。これは結構減らせるんだよね。こっからのコンボは、まあいろいろありますね。こんな感じか。あと、そうそう、現役ラでもこれにね、結構織り交ぜて、ジャンプ強攻撃キャンセルで出して、お、高すぎるね。単純に、まあ、難しいと思ったら、これでも、ここから2択と、いうのもありますね。うん。で、次、クナイダン。今回の追加技ですね、クナイダンは。ダウン攻撃。下2回強パン。強じゃないか。下2回パンチ。シュシュッと。ダウンしてないと出ないですね、まず。ちょっとダメージを稼げる。うん。これは、今回は強制ダウン取れる技がありますので、マイビーから確定。チャーム強パンディレイマイビーとかね。繋がってないけどね。あと弱小榴弾ね、さっき言った。強小榴弾でもいいけど、うちの相手に強小榴弾を当てると強制ダウンは取れないので、こう言って、弱小榴弾でダウンさせて、これが当たるはずなんですね。こんな感じか。そこそこ中央でも減らせるというとこですね。空振った。そこそこリーチあるね。うん。まあ、これダウン回避されると当たらないですけどね。という感じで、ここから超飛ですね。超劣化弾。ミスってる。なんか出づらいよな。超劣化弾。うん。これは、空破弾のパープ版で、全弾当たらないと弱いね。全弾当たっても今回は、通常技コンボでいいんじゃないかな、と思うんだけど。これはどっから当てるかって言ったら、一応強攻撃から繋がると思う。密着とかなら。ダメだ。今日は繋がらない。弱は一応繋がってる。弱の方がね、ちょっとジャンプ低いね。まあこれも空波弾と同じような感じで。うん。浮かせたら、ダメだね。画面端じゃないとやっぱり。それもやっぱ前あってから、ああ、失敗しとる。双剣。失敗だね。出づらいな。なんか知らんけど。左向きが苦手ですね。出た。ダメだね。当たらないと。超劣化弾の使い道は難しいね。ていうか、いらないような気がするんだ。で、まあ、削り技？昔は本当に削り技ってイメージだったね、これ。94とかすごかったもんね、あれ。ねで、残影流星剣。シュッと。はぁ、ぜえつ。ジャックは、これも残影剣のパープ版みたいな感じか。ジャックは隙短いんだね。違う違う。これ浮かせたら全然入らないんで、地上技ですけども。ジャックからジャックが繋がってるね。今日は多分強攻撃から。ジャックから入るか、これ。あ、入るか。今日も早いっすね。ダメージがあんまないけどね、これは。どっから使うかっていうと、難しいね。残影剣からスパキャンか。これが出るね。こっちのが出てるね。ああ。こいつスパキャンあるけど、いらない気がするね。これスパキャン、すると、こんな感じになるんで。うん。この辺のスパキャン。相手が浮く技はスパキャンかけてもしょうがないですね、アンディは。で、超劣化弾マックス版。
これなんか通常版とコマンドが違うんだよね。MAX 版の方が、もう元祖、超飛コマンドって感じだよね。今回これきっちり入れないとあんまりで、なんか微妙に出づらいんだよな。はい。これもカス当たりだと弱いけど、これは当たりやすいですね。途中で外れにくいね。これは、ね、きっちり当たる。割ときっちり当たる方ですね。失敗。多分全段ヒットしてると思います。相当減らせますね、今の。3ゲージですけど。という技、これも削れるよね。そこそこの削りですか。はい。無敵もね、あると思いますね。超レッパダンは。超レッパダンも一応あんのか。低いだけかな。あ、下段も無敵か。じゃあいけんじゃないですかね、割り込みで。ね。次、残影、知らない。残影、なんて読むんですよね。カブトってなんて読むんだ、音読み。わからんけども。レッパ弾。これは波動2回パンチ2つで、1段目が出ます。これは長いもんね。超速い残影剣みたいな。これが長めに出てて、ここで ABC 同時押しで8追加攻撃が発動。ABC じゃないか。BCD か。BCD ね。で、斜め上に超レッパ弾。これ相手のいる方向に飛んでいくんですけど、ダメージが微妙ですね。無印と比べるとね、だいぶ強くなったと思うんですよ。当てる場所が難しくてね、最後の方うまく当てないと相当弱いんで。8ヒットぐらい。うん、このぐらいさせればいいかな。発生はすげえ早いんで、こんな感じで使えます。浮かせてからも、違う。浮かせてからも、一応入りますね。浮かせて、コマンドが難しいな、これだと。残影剣。1段目ならキャンセルできるんで、違うのが出てる。画面端だと、出づらいね。出づらいけど、一応ね、上りで当たると思うんですよね。相手が落ちてくるとこじゃなくて、上り1段目にキャンセルすればカスするんじゃないかと思うんですが、もうめんどくさいからやりません。あとね、証券からね、入るよね、これ。この速さなら。ガツッと。これ中央じゃ入んねえかな。当たらないし。ダメか。さすがにそれは無理と。うん、はい。技は一応こんなとこですか。ね、無敵も多分あるとは思う。すげえ早いね。はい、これに当たる前に、当たる前に出すこともできるんだけど、あんまし意味はないと。そしたら、こいつはドコキャンコンボは結構あるんだよね。ドコキャンは、ちょっとめんどくさいんで、ちょっと飛ばしでいきますが、できることは、まず、空破弾から、幻影白塗に繋ぐことができる。で、幻影白塗したからまた空破弾っていうこともできる。こっからは、何が出せるんだろう。商品にスパキャンかな？うん。これのスパキャンは普段からできますけどね。うん。ということができるので、どっから発動がいいんだろうね。あとそうこれだな。こっから空波弾に行けるので、
ここまでいけると。発動がわからんな。これでいいか。ちょっと今のはミスってるね。ジェーツ。ちょっとそれだけやってみましょうか。もっといいのもあると思いますけどね。アンディはいろいろやりようがあるんで。ほい。おう。7割くらいいったね。ちょうど7割くらい？ゲージ3本ですけど、7割いきました。結構火力あるね、アンディもね。ちょっと今回時間があんまりないけども、1個だけちょっとおまけ入れます。じゃあどうもありがとうございました。次回よろしくお願いします。失礼します。メモリカードの接触が悪いな。ナイトメアギースでナイトメアギースっていうのはできないでしょ。ボス使えないでしょ、あれ。確か。多分できないと思いますけど。ね、ギースがまず選べないですからね。ちょっとマキシマで挑んでみようか。ナイトメアギース。ね。よし。ベイパーが全部レプーケンで潰されてる。お、当たったー。うい。これ、勝てんじゃねえのこれ、また。ねえ。ふん。はまるぞ、こいつ。ガーキャンぶっ飛ばしてる。空振りまくっとる。お、早い。で、一回やられんとな。一回やられんと詰められるな。ほい。死ねよ。勝てんじゃねえか、普通に。一発でクリアじゃないですか。さすがマキシマだよ。っていうか、ルガールと比べるとギース弱い。ね。うん。すっげえ早く終わっちゃったけど、どうするこの後。